フランソワ・アグザビエ・ファーブルは、フランスの画家である、新古典主義の画家で、歴史が、肖像画を描いた、モンペリエで生まれた、パリでジャックルイ・ダビットに学び、1787年に、ローマ賞を受賞した。ローマ賞で、イタリア留学の権利を得て、ローマに滞在し、1793年に、南イタリアのフィレンツェ、ナポリに移り、1800年には、 フィレンツェの美術アカデミーの教授になり、1826年まで、その仕事を続けた。フランス革命からフランス第一帝政の時代を、ファーブルはイタリアで過ごしていたことになる。イタリアでは、貴族で劇作家のビットリオ・アルフィエーリと、オールバニ伯爵夫人らと友人になり、彼らの肖像画も残した。1803年に、アルフィエーリが亡くなった後は、オールバニ伯爵夫人と同棲し、 1824年にオルバニー伯爵夫人が亡くなると遺産を相続した。1808年にはナポレオン一世の弟、ルシアン・ボナッパルトの肖像画も残している。1826年にフランスに戻り、モンペリエに住み、モンペリエの美術館、美術学校、図書館の創設に貢献し、個人的コレクションを寄贈した。ファーブル美術館として、 モンペリエの美術館は1928年に開館した。1828年にフランス復興生の国王、シャルル10世からレジオンドヌール勲章を受訓し、バロンの称号を得た。ありがとうございます。